おはようございます。お母さん、お話があるのですが、今お時間よろしいでしょうか？朝から何よ。昼夜問わずゆうすけさんに連絡するのはやめてくださいって言いましたよね。そんなこと言ってたかしら。覚えてないわね。最近物忘れが激しいのよ。言いましたよ。もうボケたんですか？ボケてなんかないわよ、失礼ね。ちゃんと覚えてるわよ。それでそれがどうしたのよ。どうしたのじゃないですよ。ゆうすけさんは仕事をしているんですよ。それなのに出るまでかけ続けて、迷惑だからやめてくださいって何度言えばわかるんですか？ゆうすけは私の息子なんだからいいでしょ。それにあなたには関係ないでしょ。私はゆうすけさんの妻なので関係あります。ゆうすけさんにも迷惑だって何度も怒られてますよね。ゆうすけさんはお母さんの過干渉にすごいストレスを感じているんです。このままではゆうすけさんは精神的に参ってしまいます。なのでゆうすけさんにはお母さんをブロックしてもらいました。ちょっと、なんでそんなことするのよ。何度言ってもお母さんが分かってくれないからですよ。これから用のある時は私に連絡してください。息子と母親を引き離すなんて、なんて鬼嫁なのかしら。息子の気持ちも考えず精神的に追い詰める鬼ババよりマシですよ。夫の母親に向かってなんてこと言うのよ。あなたみたいな生意気で気の強い嫁なんてもらうんじゃなかったわ。私はゆうすけさんの妻になれてよかったですよ。気の弱い方が奥さんだったら、鬼ババからゆうすけさんを守れないですからね。孫も産めないのに生意気言うんじゃないわよ。子供を産めないのはお母さんのせいですよ。なんで私のせいなのよ。夫を精神的に追い込む鬼ババがいたら安心して子供なんて産めませんよ。とにかくこれからはゆうすけさんと連絡取れないので、何かあったら私に連絡してくださいね。ちょっと、家でも出ないし何してるのよ。買い物に来てるんですよ。今度は何ですか？家事ならやりませんよ。こっちは用事があるんだから、電話が来たらすぐに出なさいよ。何度も言っていますが、一度電話すれば着信が残るので、気がついたらかけ直します。それか LINE で内容を送っておいてください。緊急の時以外は何度も電話してこないでくださいよ。緊急よ。窓が汚れてるから今すぐ掃除しに来てちょうだい。それのどこが緊急なんですか？先ほども言いましたが、家事は手伝いませんよ。元気なんだからご自分でやってください。私はもう年なの。そんな体力ないのよ。演歌歌手を追いかけて旅行に行けるんだから大丈夫ですよ。本当に鬼嫁ね。私が倒れたりしたらどうするのよ。私は静かになって助かります。ただ今度は病院に迷惑かかりそうで心配ですね。信じられない。それが夫の母親に対する態度なの？それといつゆうすけと連絡取れるようになるのよ。毎日スマホ、家電、LINE 全部に何十件も電話をかけられたら、こんな態度になりますよ。こんなこと毎日されてたら、仕事しているゆうすけさんは相当ストレスだったはずです。お母さんのその性格が治らない限り、ゆうすけさんと連絡は取らせません。それと家電とスマホは着信拒否させてもらいます。今後は LINE だけでお願いしますね。なんでそんなことするのよ。それでは私は夕飯の支度があるので失礼します。ちょっと待ちなさいよ。窓掃除どうするのよ。次電話してきたら LINE もブロックしますからね。窓掃除はご自分でやってください。この鬼嫁。こんにちは。ねえ、お話があるんだけど、お時間平気かしら。こんにちは。電話じゃないなんて珍しいですね。どうしたんですか？私もいろいろ考えたのよ。それでいい考えを思いついたの。いい考えですか？嫌な予感しかしないのですが。それでその考えとは何ですか？あなたたちと一緒に住むことにしたの。あなたたちと一緒にいれば電話をしなくてもいいでしょ。来週にはそっちに行けるから、それまで電話は我慢することにしたの。は？何言ってるんですか？勝手に決めないでくださいよ。遅かれ早かれ同居するんだから別にいいでしょ。もう決まったことだからね。そんな、困りますよ。私はゆうすけさえいればいいから、嫌なら出て行ってちょうだい。むしろあなたみたいな鬼嫁はいない方がいいわ。これから毎日ゆうすけと一緒にいれるなんて楽しみだわ。そうですか。まあそういうことだからよろしくね。来週の日曜日の午前中にそっちに行くから、ゆうすけにも伝えといてちょうだい。わかりました。今どこにいるのよ。どういうことよ。何がですか？
家が売られてるじゃない。ああ、家の前に行ったんですか？新しい家を建てたんで、そっちの家は売ったんですよ。どういうことよ？去年お父さんからお母さんと離婚したいと相談されたんです。それでお父さんと同居しようって話になったんですよ。でも今の家だとお母さんが来る可能性が高いので、新しい家を建ててそこで同居しようって決まったんです。お父さんには家が建って引っ越し終わるまで離婚するのを我慢してもらっていたんですよ。何よそれ。あなたたち、私が離婚されるって知ってたの？知ってましたよ。てか家事もしない、自分は旅行とか買い物とか散財してたのに、お父さんが出かけると文句を言う。こんなことをしていてよく離婚されないなんて思えますね。うるさい。私も新居に住むから場所を教えなさい。嫌ですよ。もうお父さんと住んでるので無理ですよ。それに300万欲しさに今後お父さんと私たち夫婦に近づかないって念書を書きましたよね。じゃあ私はどこへ住めばいいのよ。家も売られて行くところがないのよ。私たちは知りませんよ。お金をもらったならそれでアパートでも借りたらどうですか？使っちゃったの。は？全部ですか？ほとんど残ってないわ。何してるんですか？もらったばかりですよね。本当にごめんなさい。性格も直すし家事もやるわ。ちゃんと反省するから私も一緒に住まわせてちょうだい。嫌です。お母さんのお兄さんたちに連絡してあるのでそちらに行ってください。え？兄さんに連絡したの？なんで連絡なんてするのよ。私たちはお母さんの面倒を見たくありません。でも他の人に迷惑かけられても困ります。お父さんに聞いたらお母さんはお兄さんには逆らえないようなので、そちらに連絡させてもらいました。そんな。お兄さんには駅前のビジネスホテルで待機してもらっています。兄さんのところは嫌なの。今まで本当にごめんなさい。私を助けてください。お願いします。だからお兄さんに連絡してあげたじゃないですか。うちは無理です。お兄さんのところに行くか、自分で住む場所を探すか選んでください。そんな、これからはちゃんと心を入れ替えるから見捨てないで。今さら遅いですよ。それと飛行機の時間がありますので、夕方までに連絡しないとお兄さん帰っちゃいますからね。ちゃんとお母さんの飛行機のチケットもありますので、安心してお兄さんのところに行ってください。それではこれで私もブロックさせてもらいます。いやよ、本当に心を入れ替えるから見捨てないでください。お願いします。一生私たちに関わらないでください。さよなら。義母は私たちと住むことを諦めてお兄さんに連絡したようです。そして義母は家に着くなりお兄さん夫婦に相当絞られたようです。今義母はお兄さんの畑仕事を手伝い、畑仕事が終わると奥さんに家事を叩き込まれていると聞きました。私たちは義母から解放されたので静かな暮らしを取り戻せました。しばらくして私たちは子供を授かることができて、今は毎日が幸せです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。